まだまだ鬱で一曲線。私が唯一、ギャンブルタク、ダブドラタク、まあその、ギャンブル系のタクで、唯一これはお得だなと思ってるタクがこの一曲線です。インズの染め手に行きたいんだけど、なんじゃこりゃ。これは一曲線の中では面白くない手格好。むしろ想図に染まってメンチンの想図。そのくらいしか、とりあえずピンズの789なんてメンツになったところで、一番嬉しくないんで7ピンなんか引くともうがっかりなんで、まだピンズの下の方だと、お、数アンコ。これはアンコ系にも行くか。よし。ちょっとこれメンツ厳しそうなんで。縦来い。おーっと、まあまあまあいいでしょう。3個イーシャンテン、9層は1、あ、9層0。数アンコ無理。初をアンコにして、いや、鎮逸？いや、もう最高め、これ9層が0なんで、9層0の都合上鎮逸きついんですけど、人なき羽マン。9層が、よっしゃ、こんなことあるかい？リーチです。リーチ、ドライチ、バイマン。もしや、引き合いだ。ここ、よし、来た、これ。あのハイパイからここまでできるとはちょっと思わなかったんで、リャンゾ、乗れ。リーチ、メンチン、ドラ、バイマン。ちょっと20回ぐらい。一曲線打って、もうちょっと3マなんで、裏ドラチロンチロン3枚4枚一気に乗ると、自分で都合よく勝手に思ってるんですが、なんか乗らない。しかもドラが2つあるので、もう乗らない方がおかしいぐらい。毎回3枚乗る。毎回4枚乗る。そのくらい、ポジティブというか、行き過ぎというか、考えてるんですが、意外と乗らなくて、あれって、少し、最近のサンマ。というより一曲線で。もっと乗るはずなのになぁと、少し疑問に思っています。ただ、この、手を、鎮逸まで仕上げれて、上がれたんで、まずは良かったです。一曲線打ってみました。一曲。ダブルドラ。だと、ぶっとこの濁点が、麻雀パイになってます。本一曲、オーラス。急走。これは面白い。その部分を熱く。これはもう本一までつけちゃって、急走なんか二つぐらいだと持ってきちゃって、もう3倍マンからですね。一応、ウーパー層で3メンツです。ソーズで3メンツ見えていて、まあ、自敗。ああ、これは正直痛い。よし、3メンツ、1ジャン等ができたんで、あと、イーソートン白でもう1ターツを作って、よし、イーシャンテン。1通までついてるんで、これは高いよ。リーチ、本一、1、ドラドラ。バイマンからスタートです。リーチ、本一、1、ドラドラ。8本折れるんで、バイマンスタート。積もって裏2枚で、3バイマン。3増ウーパー層。ただ、パー層が、来た、リーチ。確定。リーチ、本一、1、ドラドラ、バイマンからスタート。いいよ。めくり合い、上等。あれ？よーし！つぼ！裏で、3倍マンです。240Z。
乗らなく、乗らないはずがない。きたドスン。一曲戦で、今回の一曲戦で初3倍マン。今のところ跳ねマンも一回もないです。倍マン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 3倍マン。まあそういう打ち方してるんで当たり前かもしれませんが、当たればでかい。ただ同卓者によし。あ、ちょっと今増える過程を飛ばしてしまいましたが、まあ、3倍マン、初3倍マン。あとは次、3倍マンの上といえばもうジャックポットしかないです。完全に焦点は当ててますが、まあ、ハネマン漫画も、まあ、上がります。ハネマンは十分ですね。漫画と4版がちょっと美味しい、旨味がない。けど、まあ、馬台の倍くらいは取れるんで、なくはないと。一曲戦打って、とりあえず、今まで倍満だったが、3倍満上がって、ジャックポット6500、スーパージャックポット、いろいろコメントで聞いていて、難しい役満は13000と、ダブル役満っていうわけではなんかなさそうなんで、まあ、そんなの出ればいいなぁと、ちょっと、夢を描いて、ぜひ、見せたいぞと。まあ、機会があったら見せたいと思います。ありがとうございます。前回3倍マンを上がって、もう一つ3倍マン。偶然ドラに恵まれて数え役マン。役マンっていうよりは数え役マンですね。役マン狙うのはやっぱり難しい。普通の段位戦の難易度。数え役マンであれば、難易度は低いはず。トン、イーソー。トン、イーソー。面白くね。まあ、ポクシムソー。または、メンホン。ソーズの本一。誰が一番最初に仕掛けるのか。プレイヤー、これで一歩前進。イーソー、キューソー、イーピン、ペイ。イーソー、イーソー、キューソー、イーピン、ペイ。まあ、ソーズを捨ててしまったウーソー切りしたので、まあ、国士一本で。イーソーイーピンペイ。イーソーイーピンペイ。プレイヤーがどう出るのか注目です。果たしてここをしのげるのか。ちょっと遠いな。ちょっと遠いですね。イーソーイーピンペイ。一見リーチだが、こんなん降りる必要なし。まあ自分でこんだけ掴んでるんで、リャンソーでしょう、これ。リャンソー、ダブロンの可能性まであります。二剣リーチで。ほら。まあ一応シャンテンなんで、国士無双シャンテンなので、当然切ります。8000。裏こんだけ乗って8000ってことは、リーチピン深い。さすがに、私の打ち方ではリーチピンフ。裏に恵まれて、4班。まあ、ね、私の打ち方は狙わないんですが、万が一乗らなかったら、2班と。まあ、いろいろ、この辺は策略が人それぞれあって、国士無双の、まあ、リャンゾ待ち。皆さんも、どう見てもあのリーチに、リャンゾ通んないでしょうと。多分見てる人も思っていたと思うんで、まあ、案の定通りませんでした。ダブロンじゃなかった時まだマシ。という一曲戦でした。ありがとうございました。決めるぜ、役満。一曲戦。役満。ではなく、数え役満ですね。メンチンリーチとかで、裏ドラにも恵まれて。おーっと、ウーソーローソー、これは鎮逸的手がくれば、
ソーズ寄ってこい。最初にプレイヤーのハイパイについてどう見ますか。がダメ。まあ日頃のメンツ1個作ってリーチ、トラさん8000、そんなとこが本当は最終形でしょう。ちゃんたに伸びるとも思えない。まあ、チートイツやったらいいん、まあ打点は描けますけど、ただ打点と一曲線を考えたときにチートイの選択肢を外すのは、この手格好とこのドラだと選択肢からは外せないんで、チートイ剣ドラのウーソーローソーか、ウーソーローソースーアンコースーアンコー、ただ2ピン1、スーピン1、銀行を破るのは誰なのか、まあ、チート1ですね。チートイであるならばこのイーソーはいいはず。2ピン数ピンを自分で引いてくるようだと当然数アンコーです。どっちか先に1個でも持ってくれば。ただ現実はチートイツ止まりかな。ドラはウーソーローソーなんで、まあローソーとか引いたらチートイ固定かな。ただ場に緊張感が漂っている。どうだ、イーソー、こんなリアンゾーが切れててイーソー出てないんで、あ出た。イーソーはロンかなと言おうと思ったらロンでもなかったです。イーソーあと2、虎のウーソーは2。誰が神茶本だ。せめてチ、もうチートイでいいので貼ってくれ。リーチ、来た来た、リーチ、チートイツ、虎さん、ハネマンからスタート。裏裏でバイマンでしょう。サンマなら乗るはず。言いそうなら出るはず。ただ一曲線は別に折りとか回しとかしないので、スーソー切れてるから言いそうが出るはずっていうのは一曲線は違いますね。そんなみんな折り考えない。まあちょっと意味のないバイマンか、あ意味のないというか意味のない裏裏。裏は2個でいい。ただ腐っても倍満、まあ、困った時は一曲線チートイツですね。打点と完全にスピードに関しては運なんで、速いとも遅いとも言えないんですが、困った時はもうチートイツ。一曲線の場合ドラを見て、ドラをできれば4枚使うっていう意気込みでチートイツ。まずは上がれたのでよし。羽マンが一回も出てないです。2,30回打って倍マンと 3倍マンしか上がっていないので、少し上がり率が高くなると私の打ち方はかなり有利です。まあそういう打ち方がいいか悪いかは人それぞれなんですけど、自分の打ち方と比べて、あそういう打ち方意外といいじゃんと、またはいや、その打ち方はきついと思うと。まあ、実際、こう、サンプルとして見ていただくだけで十分です。今回も一曲線打ちました。どうもありがとうございました。